っと踏めないか。はい、あ、まだ止まってなかったよ。はい、OK。まずはフルブレーキングにの G になれるっていうところが第1段階と。で、第2段階は目標精度、距離を合わせると。OK、OK。はい。みんなどん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 うまくいってます。まあこれをね、なかなか集中して練習するタイミングっていうのはなかなかないので、いい感じだと思いますよ。はい、OK。次は目標精度で。ちょっと途中でのコントロールがまだ多すぎるね。で、もっともっとこの青いパイロンに意識を持ってって、で、ちょっとぐらいのコントロールしていいんだから。はい、これは目標精度にみんなが苦しんでいるシーンです。おー、上手。今回バッチリです。まだまだ全然先ですよ。ちょっと最初強く踏みすぎたと思って抜いて、もう一度踏んだら短く止まりすぎました。それをこの赤いパイロンに目線を持っていって、あそこで止まるぞっていう、最初ドーンじゃなくてフーっていうブレーキで一定でここで止まれるようにやってみてください。減速終わりっていうのと今止まる位置っていうのは同じなので、正確じゃなくちゃダメです。細かい、50センチ以内。ちょっと余ったなで、余ったら、ブレーキ緩める。ブレーキ緩めると、車の姿勢は変わるっていうことで、なるべく同じ状態で何度もブレーキングできるようになるっていうのが重要なんです。バッチリ。ブレーキ緩んでるな。